こんにちは、柳田理科の1日1科学。今週のテーマは夏休みです。夏休み楽しみですね。でも夏休みってなぜあるのでしょうか。日本で小学校ができたのは今から140年ぐらい前です。昔はエアコンがなかったので、夏は教室が暑くてとても勉強どころではありませんでした。そこで126年前に夏は学校を休みにするという法律ができました。だから夏休みがあるんですね。ではなぜ夏は暑いのでしょうか。それには2つの理由があります。1つ目は、夏は冬よりも太陽が空の高いところを通ることです。このため太陽光線は地面に直角に近い角度で当たります。すると同じ太さの太陽光線が夏は狭い範囲に集中することになります。これで地面が温まって、その熱で空気が温まります。だから暑いんですね。そしてもう一つの理由は太平洋高気圧です。日本の南東には太平洋という広い海が広がっています。そこにはハワイのあたりを中心にして熱い空気の塊があります。これが太平洋高気圧です。夏になると太陽の熱で太平洋高気圧が温まって膨らんで日本の上空にまでやってきます。だから暑いんですね。太陽の高さが一番高くなるのは6月の20日頃の夏至の時です。7月や8月が暑いのは太平洋高気圧の影響の方が大きいことになりますね。ですから夏休みがあるのは太平洋高気圧のおかげとも言えるわけです。今日の一日一科学。夏休みがあるのは太平洋高気圧のおかげ。太平洋高気圧さん、ありがとう。でもあんまり暑くしないでね。また明日。